こんにちは、マルタスタディ池松です。前回に続きまして、マルタ留学サポートのプロが自分自身のマルタ留学について振り返る動画です。今回は滞在先編、前回の動画よりももっといろんな人に役に立つと思いますので、ぜひこの動画最後までご覧ください。前回も言ったんですけれども、私はマルタ留学に12週間インターンをしていたんですけれども、このインターン、語学学校が斡旋する形でインターンをしていたので、滞在先は学校のアパートメントに滞在しておりました。で、私の滞在していた学校のアパートメントは本来、スタンダードともう一つグレードが高いアパートがあったんですね。ただエージェントさんからはグレードが一つ高い方の選択肢をいただけてなかったので、スタンダードの方しかないと思ってたので、スタンダードの方を選びました。このスタンダードのアパートメントの方を決めるまでにすごいいろいろ確認をしたんです。というのも、私自身、旅行とかに行くとホテルの滞在先の特に水回りとかを気にしたりとかするくらい、結構滞在先を重視しているので、学校のプロファイルの PDF だったかなをもらったりとかして、写真を拡大して隅々まで見るっていうことをした上で、あ、ここなら滞在できるかなということで、スタンダードアパートメントの方を選びました。このアパートメントはスリーマの本当に中心エリアにありました。空港着いてから学校スタッフに連れられてアパートメント前まで行くんですね。で、アパートメント前まで行って、まず最初に思ったことは、外観があまりこう思ってたのとちょっと違って綺麗じゃないっていうことなんですね。で、こう外観の中入って共用エリアに入ったら、本当に思ってたのと全然違って、共用エリアの部分すごい汚いし、チラシとかすっごい床にこうあるし、片付けられてないし、エレベーターも故障してて、今故障してるから、あのスーツケースは自力で持っていくことになるって言われて、私のアパートメントは4階、日本風に言うと5階だったんですけど、スタッフの人と一緒にこう2人で階段でゼーハーゼーハー言いながら持ち上げて行って、でもその共用エリアを見た時点でだいぶ綺麗じゃなかったんで、テンション下がってたんですね。ただ中に入ると、アパートメントのフラットの中自体は、まあ、改装っていうんですかね、ちょっと綺麗にしてあったので、まあ、ちょっとモダンっぽくなっていて、まあここなら住めるかなくらいのところでした。で、このアパートメントの間取りを見てもらいたいんですけど、この間取りですね、こんな風になっていて、アパートメント入り口入ると、左の方に、2つ部屋があって、1つが3人部屋、1つが2人部屋っていう風になってます。右の方に行くと、廊下が突き当たりのリビングまでずらーっと、長く伸びていて、で一番手前にセパレートキッチンがあって、でその隣にゲストバスルームで、その隣には男子用のバスルーム、シャワーとトイレで、その隣にはもう一個女子用のシャワーとトイレがついてました。でその横に3人部屋で、またその横に2人部屋があるっていう、合計すると10人で共同生活を送るフラットだったんです。で、まあ、10人って共同生活を送ることになりますって言われても、なかなか想像していない人数だったから最初驚いたんですけれども、その中でも私は、ここの3人部屋の女子の部屋に滞在することになりました。私の場合3ヶ月でそんなに長くもないので、費用をだったら浮かせたいなっていう理由でシェアルームを選んで、で3人部屋っていうのは、まあ、2人か3人どっちかになるよっていう方の3人部屋になっちゃったので、まあ、別にそれは選択の余地はなかったんですけど、まあ、このシェアルームっていう選択は私の中では別に失敗したなっていうことは一切ないなと思っております。まあ、理由は後ほどお話しさせていただきます。こんな感じの間取りで、12ヶ月生活したんですけれども、フラットの中自体は別にそこまでこう古くっ
古いって感じるわけではなかったので、まあ、別に良かったんですけれども、私が来た時に滞在していたフラットメイトの人たちがあんまりアパートメントをきれいにするタイプの方じゃなくって、結構そのほこりとかも結構あったりとかしたので、そこが一つまず苦労した点かな。キッチンとかも人によりけりなんですけど、全然お皿を洗わない人とか中には出てくるんですね。私のフラットでも、私が来た次の日に来て、私がいなくなるまでずっといた男の子で、何回怒っても皿を洗わない人がいて、それはみんなというか仲良くなった女の子のことともすごく苦労したんですけど、最終的に自分がお皿を洗ってあげるとかっていうので怒りは消化されたかなって思います。あとは10人で生活してるから、その洗濯物が常にあって、で洗濯機は1つしかないから、まあ、みんなで譲り合って使うしかないんですけど、その洗濯物を乾かす洗濯干し竿っていうんですかね、干し器、ホースっていうんですけど、ホースも2つしかなかったので、その洗濯するのはいいんだけど、洗濯を干すものが少なくって、でこれが本当海外なのか男の子だからなのか分かんないんですけど、その自分が洗濯を終わって洗濯物を干さなきゃいけない時に、まだその乾いた洗濯物が置いてあったりとかするんですね。でそれを見る子たちは、その代わりに取って畳んであげるとかじゃなくって、代わりに取って自分のものを干して、で取ったものはリビングのソファーにほっぽり投げるっていう子たちだったっていうか、そういう子たちが多かったから、常にリビングのソファーには誰かしらの洗濯物が山積みになってるっていう状態だったんですよ。で結構学校のアパートメント部門からも注意とかされてたんですけど、そういうのも結構あったりとかするので、その共同生活に関しては本当にそのフラットメイトの当たり外れがあると思うんで、で共同生活だと部分部分妥協しなきゃいけないところってたくさんあるんですね。注意しても注意しても治らない人とかって中には出てくると思うんです。それがきついって思う方は、学校アパートメントでの生活って特に長期になればなるほど辛くなってくると思うんですけども、それも含めて異文化交流だなって広い心で受け入れられる人は、割と共同生活も難なくこなすことができると思います。私はその3ヶ月間で怒ったりとかして、最終的にはこうなんか悟るみたいなことをしたので、なんか本当の上でのなんか人ってみんな違うんだなっていうことを学んだ期間でもあったので、すごくこうマイナスな部分はなかったなと思います。フラットメイトとの交流に関してなんですけれども、私のフラットは10人と大所帯で、国籍も結構豊かでした。私が3ヶ月いた中で入れ替わりとかもあったんですけど、ブラジル、オランダ、ベルギー、韓国、フランス、トルコ、結構みんなすごく仲いい子たちだったので、すごく私は楽しく過ごすことができました。大変だったことがあって、これは何度も学校に掛け合ったりとかしたんですけれども、さっき建物が古いって言ったじゃないですか。でフラット前は改装されてて綺麗だって言ったって言ったんですけど、建物自体が古くって、排水口のパイプとかが古かったので、4月ってどんどん暖かい時期になってくるとゴキブリが出てくるようになってきて、で私たちのフラットは本当に運が悪くって、でしかも女子のシャワールームの、排水口からゴキブリがもう多分住処になってたんだろうな、そっから出てきて、多い時は本当に出てきては殺しっていうことを繰り返してたんだけど、1日に3回出ることとかもありました。まあ、ただそのアパートメントも学校も使ってないので、そんなことはないと思うんですけども、ゴキブリとか虫とか大嫌いなので、私はそれが一つ大変だったんですけども、それも一つフラットメイトと仲良くなったきっかけになって、実際は
例えば私はゴキブリを殺せないので、ゴキブリを見つけたたんびにフラットメイトで男の子ですね、男の子の部屋にノックしに行って殺してくれないかっていう風に頼んだりとかして、ゴキブリも殺せないのみたいなことで会話が生まれたりとか、あとはそのゴキブリが出るから、ゴキブリの話しかしてないな、ゴキブリが出るから空炎剤を撒いてくれっていう風に学校にお願いをする時も、みんなで署名書いてもらってとかっていうのを協力しながらやったので、トラブルもみんなで乗り越えられたっていう感じがあって、なんかより団結したイメージがあったので、私はすごくそれがない方がいいんだけど、まあみんなと仲良くなれるいいきっかけになったんじゃないかなと思います。私はその語学学校には一切通わずにインターンをしていたので、語学学校のクラスとかで出会える友達っていうのが一切できなくって、なんでそのフラットメイトの子たちが友達ができる唯一の場所だったんですね。で、私が特に仲良くなったのは同じルームメイトだった韓国人の子。いや、この子は本当に私の3つくらい下だったんだけど、しっかりしてる子で、同じ国籍の韓国人の人とは一緒には行動しないっていう子だったので、一緒にいろんなところ行ったりとかで、私が結構インド派だったんですけど、その子がすごくいろんなところに予約したりとか、いろんな予定を立てるので、その子と一緒についてって、なんかいろんなマルタの経験をさせてもらったかなっていう感じです。で、他にはさっき言ったお皿を洗わないトルコ人なんですけど、この子もお皿を洗わない以外はすごくいい子で、今でも連絡取ったりとかしてます。で、冗談とかもすごく言う子で、で一緒にゲームをアプリ、携帯アプリのゲームを一緒にその子がきっかけで始めたりとかもしたので、すごく良かったです。で、あともう一人はイタリア人の男の子ですね。この子は全く英語が来た時喋れなくって、その子が学校初日を迎えた後に、今日学校どうだったっていう簡単な英語を喋っても分からないっていう風に言われてくるくらい、全然英語は分からなかった子なんですけど、2ヶ月滞在してその子はもう本当にびっくりするくらいの英語力を上げて、もう最初の方は Google 翻訳で会話してたんですけど、もう最後は本当に自分も英語のスピードを下げるっていうのを意識しなくても相手が分かってくれるくらい英語力が上がって、でその子には本当にいろいろお世話になって、その子以外でもたくさん出会った子たちはいい子たちだったんですけど、すごく楽しい濃密なマルタ生活を送れることができました。で、実際マルタに戻ってきたい、マルタで生活したいって思えたのはその子たち、そこで会った子たちがすごくみんないい子で、なんかマルタに関するなんかいい印象をこうイメージ付けてくれたからっていうのがあるので、なんかすごくその子たちは今でもすごくこう恩を感じます。私がみんなと交流を深めるために努力していたというか、一つ気をつけていたことがあって、で一つは、自分の部屋にこもらないっていうことをしてました。なんでかっていうと、もう私の場合宿題をする必要がなかったので、勉強する時間とかっていうのが必要なかったんですけど、やっぱ自分の部屋にこもっちゃうと、特に一人部屋の場合は自分以外に誰もいなくなっちゃうので、で自分で一人でいる時とかってやっぱり日本語に走っちゃうんですよね。何でも例えば動画見るにしても日本語の動画見ちゃうとか、なんか漫画とかでも、まあ、日本の漫画見ちゃうとか、なんか記事読むにしても日本の記事読んじゃうとか、日本のネットニュース見ちゃうとか、そういうのがあるので、私はなるべくそういうのを消すために自分の部屋にこもることはやめてました。で、できるだけみんなと交流する機会を増やせるように、私はこの間取りでいうキッチンにずっといました。で、キッチンのところにはブレックファーストテーブルがあって、みんな作った料理はそこで実質食べてたので、必ずみんなご飯は食べるから、でご飯は絶対キッチンで食べるので、だったらこう何しててもみんながどっかのタイミングで来るキッチンにいれば、絶対誰かと会話する機会が生まれたりとか、なんかどっか行く予定とかそこで立てられたりとかするので、そこに基本、例えばインターンから帰ってきて寝るまではそこにずっといたりとかっていうのを結構気をつけてやってました。でもそのおかげで、なんか例えば
私料理が好きじゃないんで、なんか夜ご飯味噌汁だけとかっていうことをしてたんですけど、なんかイタリア人の男の子とかは、そのお前そんなんじゃ全然そのお腹足りないだろって言って、で俺がカルボナーラを作ってやるって、あのイタリア人だからその俺が本物のカルボナーラを作ってやるって言って、あのフラットメイトみんなにカルボナーラ作ってくれたりとか、これ結構イタリア人あるあるだと思うんだけど、あのやってました。でなんかそんな感じでいろんな人と交流をして、マルタ生活がすごく楽しく豊かになってたので、私自身すごくこうアパートメントの綺麗さ不潔さで言うと私の選択は間違っていたのかなとは思うんですけれども、でも出会った人たちが本当に良かった。あとシェアルームで会ったから、その寝る直前まであのフラットメイト、ルームメイトの、それこそ韓国人の子が私のルームメイトだったんですけど、一緒に楽しく話せたりとかして、寝る直前までこの英語を身近にしておくことができたので、すごくいい経験が得られたんじゃないかなと思います。アパートメントが綺麗か綺麗じゃないか、あの外観が綺麗とか中が綺麗とかっていうのは、まあ、自然に写真を見たら分かると思うんですけど、どれだけ清潔に保てるかってその時のフラットメイトによるし、そのどれだけフラットメイトと仲良くなれるかっていうのもその時にいるフラットメイトによるので、やっぱりそれも運だなんですよね。なんだけどすごく私はいい経験ができたので、なんか皆さんにも同じように楽しくマルタ生活を送ってもらいたいので、できるだけ、まあ、ストレスのない限りでいろんなフラットメイトと交流ができるようなあのマルタ生活の滞在スタイルを選ばれることがおすすめなんじゃないかなと思います。滞在先に関しては以上かなと思います。皆さんこの動画ぜひ役に立ったと思った方は動画にいいねとチャンネル登録をお願いいたします。次回はですね、学校のアクティビティ編、それから他の生徒とのコミュニケーション編についてお話しさせていただこうと思っておりますので、ぜひ次回もお楽しみいただければと思います。それでは失礼いたします。バイバイ。